皆さんこんにちはともり新田です今日はですねもう今季一番 なんか注目されてる多分下半期のベスコストカリウムトップで入ってくるんじゃないかなっていうもう発売前から話題だったエレクシールのですねクリームの深掘りをしていきたいと思うんですがこのクリーム何が話題かっていうとたるみをですね化学してそれにどう立ち向かっていくかっていう最新の研究成果がギュッと詰まったアイテムなんですねちょっと前にオマジの重力から抗うみたいなスキンケアご紹介したと思うんですがそことは違う 使う視点でですた、ね、るみっていうものをしっかり加学してそれにあらがうようなクリームということなのでしっかりと深掘りしていきたいと思いますので最後までご覧ください。 ではそもそもたるみって何かっていうと皆さんがねたるみって言うとパッと思い浮かべるのがフェイスラインとかがですね下がってくるっていうことと皮膚自体の張りがなくなってきて皮膚がなんかしぼんだ状態皮膚が弱くなってフェイスラインの方が曖昧になってきたのを全部たるみって皆さん呼んでるんじゃないかなというふうに思います。 人間がたるむのはですね、重力があったりとかして下にフェイスラインとか組織がですね、下がってくるのがたるみなんですがそれがなんで起こってくるかっていうとですね、そもそもこの組織を支えている肌自体が変化をして支えられなくなってきて重力に負けて落ちてきているっていうので下がるだけじゃなくてその肌自体がしっかりキュッとコルセットじゃないですけどね支えているものもおかしくなってくるっていうことでたるみが起きてくるっていうことになっています。 ます。 じゃあそもそも顔の奥ではどんな変化があの年齢がいった人とそうじゃない人が起こっていてたるむかっていうことを研究しているのが制度さんなんですね四つのところに注目していますまず一つ目がですね皮膚っていうのは表皮真皮、そして皮下組織脂肪とかですねがあってからそこに筋肉まあ、表情筋っていうものがついているという構造になってます上から行くと表皮っていうのは細胞がね生まれ変わっていってどんどんのターンオーバーをしたりとかしてまあ、シミとか 水分量ととかにはは関わっっってていいるるるんんででですがはですすがたたみねねもっと奥の方神秘だったりの方だり変化を見ているんです、ね、なので4つ変化がしているところがまずありまして1つが神秘の変化神秘といっても神秘の奥の方皮下組織に近い部分が実は年齢がいった方でたるんでいる人とたるんでない人には大きく変化があったよっていうことをまず見つけたそして2つ目にですね筋肉にポイントを見つけてるんですが表情筋では なく。 で神秘にあるですね立毛筋という今まではそんなにフォーカスされていなかったもう本当にちっちゃい筋肉なんですがこれが実はたるみにはものすごく重要な筋肉だったっていうことを見つけてその立毛筋に対するアプローチそして3つ目がですね神秘で支えててるっていうのはそこにコララーゲンとかエラスチンととかかエスチがたくさんんあるからなんですねただコラーゲンとかエラスチンというのは神秘の繊維芽細胞というものから生まれます。でも繊維が細胞っていうの どどんどん年齢がいくにつれて再生する能力が低くなってくるので支支ええががだん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 、ね、弱くくななっていいですねコルセットみたいな支えがじゃあ新しくどうやったら繊維が細胞が生まれてくるのか線維が細胞の元にある幹細胞っていうのはどこにいるのかどういうふうに刺激したらその幹細胞が増やせるのかっていうところに注目をして。 そして4つ目はですね表情筋よく「表情筋鍛えましょう」って言っても聞く人と聞かない人がいたりとか意味があるんだろうかっていうふうに思ってたものを表情筋に刺激を与えることっていうのはたるみにはどういうふうに聞くのかこの4つにですねフォーカスを当てて研究をしてその結果に合わせた成分も今回見つけてきています。 早速一つ目ですね神秘の奥の方皮下組織の近くにあるところ神秘と皮下組織って平行にピタッとこうやってくっついてるだけなんですねなんですが顔に関しては神秘が縦に皮下組織にグサッと刺さっているくさのようになっている部分がいくつかあるらしいですなので体の構造と顔ではそもそもそこが違うらしいんですね神秘の基盤の縦の構造要は柱みたいにグサグサと刺さっているものがし しっかりと構造としてあればたるみづらいというのはなんとなく想像つきますよねなのでたるみがない人を見るとちゃんと神秘が皮下組織にしっかり しっかりとくさびのように打ち込まれているような構造がしっかり見られるんですよでも年老いて年齢がいってたるみが始まった方を見てみるとくさびのような構造がだん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 なくなってきているこれによってやっぱり真皮と皮下組織の接着が弱くなってきてコルセットみたいなものがだんだん弱くなってきているっていうことがわかったんですこれって面白いですよね体にはないけど顔にはあるから顔ってたるまないように一応体としてもね構造がなってるのかななんて それを見て思ったんですがじゃあそれを見つけただけでグサグサ刺さってるのが少なくなったからもうしょうがないねっていうふうに終わらないのが資生堂さん。くさびの部分をどういうふうに再現していくかっていうことをしっかりと研究していってるんです。 そこのくさびの部分は生が芽細胞が作るコラーゲンとかエラスチンでできているので生が芽細胞の元である肝細胞を増やすように生が芽細胞がしっかりとくさびの部分に来てくれてそこでコラーゲンとかエラスチンを作るようにすればいいんじゃないかっていうふうなことを思いついて幹細胞をです、ね、誘導することはできないかっていうふうに考えたところ、まあ、いろんな成分を見たと思うんですけれどもローズマリーエキスっていうものがですね神秘でで細胞くさびのの部部分神秘の基盤部分基って言うんですけれどもそこに 誘導できるってことを見つけてんですよすごくないですか幹細胞がくさびの部分にちゃんといることでコラーゲンとかエラスチを作ることでちゃんと接着部分がきちっとつくっていうことですねでもね先生この幹細胞自体だんだん年齢がいっ で少なくなってくるんだからそれ誘導したところで少なかったら意味がないじゃないですかっていう声がね聞こえてくると思うんですが多分資生堂さんにも聞こえてきてたんだと思うんですよねじゃあ神秘の繊維が細胞の元である幹細胞っていうのがどこにいるのかっていうのを見つけてもいるんですそれがなんとですね皮脂腺の周りに幹細胞がたくさんいるっていうのを見つけてきたんですよこれってすごいことだなと思ってで私たちもちろん年齢がいくと幹細胞って少な なるんですけれどものの周りには幹細胞のリザーバーバじゃないいいでですすけどストックががっぱいああるる部分があるんですよ聞いた時になるほどなぁと思ったのは詳しく話すとまた全然違う話になるんですが私たちの皮脂腺って皮脂を出す時って破裂しながら皮脂を作ってくるみたいなところがあるので生まれ変わりやすい場所ではあるんですよ。っていうこともあってそこに幹細胞がいるっていうのはありそうだなとは思っていたんですが本当にまさかそこにリザーバーがあって。 で肝細胞が年がいった方でもきちっと貯蔵されてるっていうのは組織図を見させてもらったんですけれどもすごい確かにいるなっていうのが見れてあ私ちょっとそれは感動したんですねまず一つは圧ででしっっかり押すすすていいうことも視線のの近くにににるる細胞を外に出す一つの刺激になるんですよだからよくマッサージとかでこうーって押すっていうのは私はいいですよって言ってたのは血流が良くなるからだし摩擦にはならないからって言ってたんですが実は肝細胞 細胞を誘導するにもいいんだっていうことが分かってるんですね圧をかけるっていうだけじゃなくて化粧品に入れるときにはどんな成分がいいのかなっていう風にまあいろいろ見つけてきたのがイリスネエキスというものになります皮脂腺の周りにある幹細胞を刺激して繊維が細胞に変えていくっていうものにしますなのでイリスネエキスで幹細胞を引き出してきてローズマリーエキスでくさびのところに連れてきてここで作ってくださいっていうことをするっていうこの2つがもう本当に素晴らしいな というふうに思います。 それだけじゃなくて3つ目ですよねさっき言った立毛筋っていうものです実は立毛筋ってまあね怖いと思った時に鳥肌を立ったりとか寒いと思った時に鳥肌を立って何にあるのかはよくわからない筋肉で毛が生えてることを毛縫って言うんですけど毛の直接ついている筋肉なんですね自分では動かせない刺激がある時にだけ動かせる筋肉になっています立毛筋ってよく見てみると重力とは反対の方向にちゃんとくっついてるんですだから皮膚があって だったとしたら毛が生えてますよね。そしたら重力って下にあるじゃないですか？それと逆で上向きに重力に逆らうようにそもそもついているんですね。そして、それが年を取るとどんどん衰えていくらしいんですよ。 あとは動きも悪くなってくるので重力に逆らってついてたものがなくなっていって弱くなってくるとやっぱりガランと重力に負けてしまうっていうことは何となく想像につくと思うんですねなのでたるみがある人っていうのはこの立毛筋の動きが悪かったり立毛筋自体が劣化してたりするんですってなので立毛筋をケアすることとででたたるみに抗ううっていうここを発見したんですよこれもまたすごいですよね。どういうふううういいいににするるかっってとこね引張る にこうやって引っ張るっていう張力をかけるような感じにすると立毛筋の刺激になって立毛筋が劣化していくのを抑えられるっていうことがわかったんですよだからやっぱりマッサージってがむしゃらにやるんじゃなくて押したりとか終わった後にぐっと引っ張ったりっていうのはたるみにはよく効くというメソッドなんですよこれって面白くないですか もちろんこういうふうに立毛筋の走行に沿って引っ張るっていうところも大事なんですがじゃあ立毛筋そのものに対してアプローチする植物性器はないかっていうふうに調べたところ肝臓エキスとキーエ5 x のコンプレックスがですね立毛筋にアプローチして立毛筋が衰えるのを抑えてくれるっていうことが分かってるんです。 そしてもう一つですね神秘そして皮下組織その下にある表情筋表情筋を鍛えることによってちょっとリフトアップしましょうっていうことできている方となかなかできないところそしてできる場所っていうものがなかなかこれ科学的に解明するの難しかったと思うんですけれども実はそんなに強い圧ではなくてちょっと表情を作ったりとか話をするっていうある程度の刺激だから「イー」とか「ウー」とか激しい運動をしなくてもしゃべるとか笑顔を作る とかそういう刺激だと表情筋に刺激が入ってそれによって活性化されるということが分かってるんですね。 私みたいにペラ,ペラ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 喋ってれば刺激にはなると思うんですが、なのでマスクをしている時ってあんまりこの辺を刺激がなかったので、ちょっともたついたと感じた方もいたのかもしれないです。話をするとか笑顔を作るっていうことは、やっぱ表情筋に対していいんだよ。っていうことをちゃんとして動作は見つけていて、でもなかなか誰もいないのにとかえーとかって笑顔をするの難しいので、表情筋に対してもアプローチできる植物エキスはないかっていう風に見つけたのが割れもこうエキスというものになります。表情 腸筋の筋繊維を活性化するということが分かってるんです。 4つの発見は資生堂さんが長年研究していた成果なんですけれども私が結構この YouTube でも IFSCC って言って化粧品のオリンピックみたいなものがありますよっていう風にあにいつもお話しすると思うんですが4大会全部今のこの研究のやつってちゃんと優秀賞を取ってるんですね。神秘ののくさびみたいなものがあるよって見つけてくさびみたいなものが変化することでたるみがあの起こるっていうことを見つけてそれに対する植物エキスを見つけたっていうのは。 2014年のパリ大会で最優秀賞を取ってるっていうものになりますちなみに2016年のオーランド大会ではそれのポスター賞っていうのも受賞してるんですね皮脂腺の周りにリザーバーがあるよっていうことを見つけたのは2018年のミュンヘン大会になりますこれももちろん最優秀賞を取っていますそして2020年に横浜で会った FSCC ではこの立毛筋っていうのがたるみに大きく関与してるっていうところを見つけてそれに対する植物性 を見つけたものが最優秀賞を受賞しています2012年の南アフリカ大会でこれも最優秀賞を取ってるんですね10年以上各大会で最優秀賞を取った研究の成果が入っているのが今期大注目しているエレクシールのトータルウェイファーミングクリームになっています この研究したのがですね4つの大会で優勝した一人の方ですエズレさんっていう資生堂でも伝説の研究員さんなんですねエズレさんの研究の血と涙と汗とみたいなのの集大成がこちらのエレクシールのクリームになっています テクスチャーはすごくとろっとしてるっていうよりは硬めになっていますちょっとつけますねこんな感じで上にねこうやっても垂れてこないので結構固めなんですけれども触るとちょっと滑らかです硬いかなと思いきや伸ばすとかなりしっかりと伸びていきますこれでスーっと伸びていくのでちょっと硬いとベトベトしていてクリーム苦手かなと思ったんですがそんなことはないですね結構スーッと入っていくようなクリームになっています このエレクシールにはです、ね、さっきのエズレさんの研究の4つの、ね、植物成分も入っているんですがもともとエレクシールってほらコラーゲンとかをしっかりとケアしましょうっていうあのブランドだと思うので神秘にあるコラーゲン一番多いのは1型と3型でこれが大体の神秘の主なる成分なんですがそれをしっかりと増やしていくような成分だったりあと1と3をつなぎ止める5型のコラーゲンっていうのもあるんですがこれもしっかりと上げていく。あとと最近少なないんだけれども神秘と表皮をつなぎ止めて 基底膜っていうところを作ってるって言われてる4型のコラーゲンと7型のコラーゲンすごく最近注目を浴びてるんですねそのの4型型と7型も増やしてくれるような成分のコンプレックスが入っていますコラーゲンケアもしながらさっき田井連さんの研究でタルミケアもしていくっていう重力にも負けないし皮膚自体の張り感も作ってくれるまさに肌のしぼみにもそして緩みにもこうアプローチをしていくっていうようなクリームになっています。それがですねドラッグストアで 買えるあのエリクシールに入ってるっていうのはもうなんか資生堂さんの本気というか買いやすいお値段では正直ないんですけれども誰でも手に取れるようなあのエリクシールにその今までの研究の集大成を入れてきたなっていうのは素晴らしいことかなっていう風に思います。多分薬局とかでドラッグストアに行ったらエリクシールのクリームがバーって置いてあると思うのでえずれさんの研究の集大成って思ってくれたら <laughs> あの嬉しいかなと思いますしもう何年も何年もかけた研究の成果が一つのクリームに乗って 来るまでにはすごく研究がされているっていうことが私の熱いこのトークで分かっていただければ嬉しいなっていうふうに思います。 はい、ということでいかがだったでしょうか今日はですね研究員さんって本当にすごいなっていうちょっとね熱く語りすぎちゃったんですけれどもそれぐらい素晴らしい研究とその成果なんじゃないかなと思ったので是非是非皆さんもチェックしてみてくださいということで今日の内容良かったよっていう方はですねグッドボタン押していただいたりチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと先生これもですね是非深掘りしてほしいっていうものがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうさようなら